原桐櫓倉東照寺は、かつて、神奈川県鎌倉市火災害圧にあった寺院で、鎌倉幕府の執権として活躍した北条氏の菩提寺の一つ、関東実説の一つであった。海んは、名誉より英才の弟子の太鼓行友、海貴は、北条康時である。本庁高僧伝によると、太鼓行友は、1241年東照寺で、自弱している。 1225年、失権となった、宝城康時は、鎌倉の鶴岡八幡宮境内の南東、滑川を越えた、火災がやつの谷間に当時を築き、北条一族の菩提寺とした。この寺は、菩提寺であると同時に有事に備えた城塞の意味を持った寺院であったと推測される。現行釈書によれば、桑田道会、約王徳賢らがここに住しており、 前輪総伝によれば、1307年南山主雲が、従事している。この後、東名江日、元安良道、大野清宗井、広沈み、全スクイラも従事している。1323年、北条定時13年聞くようには、当時の総集53名が参加しており、諸事の総集の内この数は十番が目に多く、かなりの大事であったことがわかる。 1333年、五代醐天皇に呼応して、鎌倉に攻め寄せた、新田義貞の軍勢を迎え撃つべく、北条高時ら北条氏一門が、当時にこもったが、なすすべもなく自ら火を放って自陣した。太平記によると、自害した者は、一族、家臣283人、後に続いた兵も合わせて870人余りで、あったという。この時、 建造物は消失したが、直ちに再建された。また、北条高時一門が滅亡したのを痛み、現在の藤沢市に、新たな、東照寺が建てられた。また、当時の住職であった、新海お尚が、本尊の大日如来像を持ち出して、鎌倉、池子村まで逃げ落ちて、同名の東照寺を建立している。実説の樹味には、変遷があるが、 1342年第5位、1353年第3位、1386年関東実節の第3位に列せられた。当時がいつ廃したかは明らかではないが、1512年5月20日、小学坊、足利正氏は名徳を、東正寺十字に認じており、この時まで存在していたことがわかる。 1975年、1976年及び1996年、1997年に、寺跡の北側と中央の谷部分を中心として、発掘調査が実施された。出土した陶磁器をはじめとする遺物の年代や、総医学的研究法の成果から、史書に記される通り、現行3年当時の実在が確証される。調査によって、地元の 鎌倉石の霧石を積み上げた石垣、霧石式の坂道、岩盤を掘削して作った、排水溝、また、門石と推定される、自腹石の列や、祖石建物、掘立た柱建物など、格式を誇る、仏教寺院の遺構群を、比較的良好な状態で検出した。遺物では、そう、現代の獣足政治号路、重足か、蓄号路、天目茶碗、 コセトの口場分の施された壺などが見つかっており、いずれも権力者に庇護された寺院の調度品にふさわしいものである。1998年6月、東商寺石として国の史跡に指定された。かつての地域には、現在も腹切り角と称される、ルワ状の空間があり、大正期に建立された旧石の石踏みが残る。ありがとうございます。